と、鈴木さんで、松田さんで、こっちで、鈴木さん、松田さんで、あっちに。誰が言いたくない？と例えば2人とあと佐々木さんと3人とかそういう感じで考えたんですこんな感じなんですかね。老板。
間ね。
大丈夫。あと一週間。Thank you.